はい、こんにちは、ズルです。さあ、今回はですね、もうこの話に触れずにはいられない、製品ですね。はい、 DJI からオズモポケットの、後継機と言っていいんですかね。はい、名前も変わりまして DJI ポケット2というのが、発表になりました。昨日ですかね、10月20日の10時に発表になりましたね。はい、とは言ってもですね、もうその前から DJI の、公式のフォーラムですね、そちらの方にもう海外の、方のもうなんかレビュー動画みたいなのがもうすでに出てたんで、はい、もうなんかね、実際に公式の方でサイトの方でね、発表になる前からもう、若干ネタバレ的な状態になってましたけど、はい、DJI ポケット2ですね。はい、名前変わりましたね。はい、オズモポケットから、名前変わりました。まあ、このオズモっていうのは、まあ、DJI の中でも、まあ、コンシューマー向けのブランドっていうことだったとは思うんですが、やっぱりあれですかね、 DJI としては、このオズモというブランド名よりかは、そのメーカー名としてのこの DJI っていうのを、まあ、もう少し認知度を高めたいという思いなんですかね。うん、じゃないと、まあ、こういう名前のね、変更っていうのは多分しないと思うので、はい、まあ、そういう意図があるんじゃないかと、まあ、勝手な想像ですけどね。はい、で、まあ、一応スペックとか見てたりすると、かなり、強化が図られたということで、やっぱり気になるのは画質ですよね。うん、画質もすでに上がってるレビューとか見ると、まあ、かなり綺麗、まあ、綺麗って一言で言っちゃうと、どういうふうに綺麗なのかっていうのはあるかと思うんですけど、そうですね、私が一番良さそうだなと思ったのは、なんだろう、きめ細かさっていうのかな、うん、この輪郭っていうのかな、うん、まあ、そういったところの線が、以前よりかはかなりくっきり出るようになったというところですかね。まあ、そこが、まあ、一番やっぱり良くなった、うん、まあ、一番綺麗に見えるようになった要素なのかなっていう気もしますよね。うん、で、さらに一番気になったのが、音声の部分ですね。はい、ワイヤレスマイクね、これが、純正で、選べるようになったと。うん、このワイヤレスマイクね、はい、DJI ポケット2のパッケージでクリエイターコンボというパッケージね、こっちをつけるとこのワイヤレスリモコンが、まあ、ついてくるということで、いいですね。うん、こういった感じで標準でワイヤレスのマイクがついてくる製品、まあ、こういうパッケージが選べるものって他にあんま聞かないですよね。うん、自分も他になかったんじゃないかっていう気がするぐらい珍しいですよね。うん、で、しかもやっぱり欲しいですよね、こういうのってね、あるとね。うん、で、しかも、ちゃんとウィンドウジャマーがついてると、うん、この辺はあれですかね、ソニーの、ZV-1 ですかね、あの辺を、まあ、意識したんでしょうね、多分ね。うん、いいところはどんどん取り入れておこうみたいなところは伺えますよね、これね。うん、すげえ良さそうなんだよな。うん、もうここかな、映像が綺麗なのはいいっていうのはね、先代モデルからもまあそうだったんで、今回さらに、くっきり映るようになって、うん、でしかもこれジンバル内蔵じゃないですかね。もうこの水平維持っていう部分に関しては問題ないですし、でしかも音に関してもこのワイヤレスマイクがこうついてくると、うん、まあ、このワイヤレスにした時の音質ね、まあ、ここはちょっと別途気になる部分ではありますけど、うん、まあでも純正でこういうのが選べるっていうのはいいですよね。うん、ただね、気になるのが価格と、うん、DJI ポケット2、単体で買うと、これはオンラインストアですけどね、 DJI の価格見ると49,500円、うん、でいろいろとアクセサリーがついてる、方ですね、DJI ポケット2クリエイターコンボの方だと64,900円と、いい価格しますよねこれね。うん、ただまあついてるアクセサリーの類とかいろいろ見てると、
まあその価格の価値はあるのかなっていう気もやっぱしてきますよね。うん、ワイヤレスマイクだったりスマホのアダプターとかこの辺普通なのかな。うん、あとなんか三脚とかもついてきますよね。うん、この辺まあもろもろいろいろついてきて、この価格と、うん、まあ高いと考えるか安いと考えるかはみんなそれぞれということですね。ただまあ個人的には DJI って結構あのセールやるじゃないですか。オズモポケットもそうだし、オズモアクションもそうですし、なんか定期的にセールやりますよね。うん、だからああいう時を狙って、被っているのも、まあ、一つありなのかなっていう気はしますね。うん、まあもちろんね、今出たばっかりの新しいものを使いたいっていうんであれば、それは関係ないですけど、うん、まあ待てるのであれば、まあそういったセールをね、まあ狙うっていうのもいいかと思いますね。うん。当然あの新しく出たばっかりなので、これからねいろいろと不具合というかなバグも出てきて、ファームウェアの、ね、アップデートなんかでどんどんこれから改善されていくとは思うので、まあ、そういったねファームアップとかもして、製品としてこなれてきた頃に、まあ、セールがねあれば、まあ、そういった時を狙って買うのもまあいいのかなと、うん、個人的には思ってますけどね。うん、欲しいねこれね。オズマクション持ってんだけどね、これ欲しいな。うん、 GoPro Hero 9と今出たこのオズモじゃないや DJI ポケット2ね、まあ比較してどっちが欲しいかって言われたら、私個人的にはこのポケット2の方が欲しいかな。うん、うん、良さそう。はい、まあこれからね、まあさらにレビューとかもねいっぱい出てくると思うので、まあそういうところもチェックしながら、選んでいくとよろしいんじゃないですかね。はい、ぜひ、何でしたっけ、アクションカメラか、この手のカメラに興味のある方はもう大注目だと思いますね。この、オズモポケットの後継機 DJI ポケット2ね。はい、ということで、まあ今回はこの DJI ポケット2が出ましたというお話でございました。はい、ぜひチェックしてみていただけたらと思います。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。